リトアニア銀行は、リトアニアの中央銀行。リトアニア銀行が、現行の組織として発足したのはリトアニアが、独立した1990年のことで、ソビエト社会主義、共和国連邦国立銀行リトアニア支部の機構、財産、人材を吸収した。本店は、ビリニュースに置かれ、通貨リタスの安定に努めていたが、2015年より、リトアニアが、 EU の単一通貨ユーロを導入したことでその役割を得ている。リトアニア銀行は欧州中央銀行制度に参加している。リトアニアの中央銀行の歴史の始まりは1768年にまで遡ることができ、この年制マスが国営の通貨発行銀行であるポーランドリトアニア銀行の設置を決定した。 ただしこの計画が実施されたのは1792年に、なってからのことである。銀行の設立場所にはビリニュース、グロドナ、ミンスクが上がっていた。タデウシコシュシコによる、反乱、1795年の第3次ポーランド分割の後、リトアニアは、独立を失い、そのため独自の金融政策を行うことができなく、なった。 1918年に独立を宣言するも、その後しばらく、リトアニアには独自の通貨発行銀行がなかった。そのため国際的な取り決めにより、ライヒスマルクをリトアニアの通貨とすることが承認された。1922年半ばには、ハイパーインフレーションが起こったことを受けてリトアニアは中央銀行として、 リトアニア銀行の設立に関する法律を制定し、独自通貨リタスの導入を決める。この時、リトアニア銀行は株式会社形態とすることが定められた。資本額は1200万リタスで、その80%がリトアニア政府保有とされた。1990年3月にリトアニア銀行は再び創設され、 第二次世界大戦前の時の形態を取り戻した。1990年から1992年までは、ロシアルーブルを使用していたが、その後暫定通貨、タロナを導入、ルーブルに加えて、特定商品との交換を可能にした。1993年に、リタスが、再び導入され、100%に上ったインフレーションの、収集に成功。 リトアニアの通貨として安定するようになった。リトアニア銀行は主に以下の業務を行っている。リトアニア銀行は総裁と二人の副総裁に二人の役員を加えた理事会が運営を司っている。校内には11の部局と独立的な権限を持つ部署があり、カウナスとクライペダに支店が設置されている。2004年6月27日。 エストニアとスロベニアと共に旧東側ジミエとしては初めてリトアニアは欧州為替相場メカニズムに組み込まれた。リトアニアは当初2007年1月1日のユーロ導入を目指していたがインフレーション率が基準をわずか0.06%上回ったために導入が見送られ2010年の導入を目標とすることになった。ありがとうございます。